チャンドレーシャデケ営シャは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダテーラーでトリーベスに属し、マ、ま、タリベーラサクラ地区を構成する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は619人で、ある。カスティーリア語表記は、チャンドレアデクエイジェ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.22%。チャンドレーシャデケーシャは、 オーレンセ県の北東部に位置し、コマルカダテーラーでトリーベスに属する。北は、カストロカルデイラスと、サンショアンデリオーと、東は、ポブラデトリーベスと、マンサネーダと、南は、ビラリーニョデコンソトラサと、西は、モンテデラーモの各自治体と接する。オーレンセ中央山地に位置し、レケーショ川、デオレージェ川、ケイシャ川、ナベア川の支流などが流れている。 標高1000メートルから1200メートルの間に35の集落がある。チャンドレーシャで傾斜から6キロメートルの地点に壁差でマンサネーダスキー場がある。チャンドレーシャで傾斜はと、ポブラデトリーベス司法管轄区に属す。自治体内で発見された最初の人類の痕跡は、ローマ時代のもので、ブラカラ・アウグスタとアストリカ・アウグスタを結ぶ、ローマ街道がチャンドレーシャで傾斜を通っている。 ローマ教皇アレクサンデル3世は1163年の教皇直書の中でビラールの管轄区域についてモンテデラーモ修道院の領域部分であると言及している。同修道院の書庫には貴族たちによる同修道院への譲渡及び寄贈についての多くの証書が保管されている。1580年、スペイン王フェリーペ2世はモンテデラーモ修道院のビラール区域を廃止する。 代わりに、住民に393ネーガスのパンを、同修道院に納めるよう命じた。自治体としてのチャンドレーシャデケーシャの創設は1835年7月23日の、往令に遡り、主張の執務所は様々であったが、自治体内で最も重要な地区は一貫して、チャンドレーシャ地区であった。1945年、鍋屋川にチャンドレーシャデケーシャダムの建設が開始され、 そのことによって、セレーロス地区が発展し始めた。1960年に庁舎がセレーロスに置かれることによって、同地区がチャンドレーシャで経営者の中心地区となった。自治体市長は、ガリシア国民党のフランシスコ・ロドリゲス・ロドリゲス、自治体評議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、1となっている。チャンドレーシャで経営者は18の教区に分けられている。ふとじは、 自治体の中心地区、ありがとうございます。